うわ、楽しかったな、去年。ニコ生がぶっ壊れてアリーナに7000人入ってきたんだよ。そんな、いねえだろ。あの日だけは俺チャンピオンだったから。だってニコ生がぶっ壊れてアリーナに7000人入ってきたんだよ。今まであった、そんなの。田村ゆかりがニコ生した時も、そんなことなんなかったんだよ。じゃあだから、人が溢れ返りすぎて、勢いがありすぎて、アリーナに7000人入ってきたね、ガチで。アリーナ7000番みたいな。ニコ生10分止まってたんだからね、俺の枠。人がごって、あれは気持ちよかったな。あれ気持ちよかったな。あれは麻薬だな。あれだって、俺のニコ生10分止まってたよね。本当に。俺のニコ生10分止まってたよね。ちょっと、その、幻のアリーナ7200番のところ探してきてくんね。あれ見て自分のモチベーション上げるわ。の、パート102の11分から。103じゃん、俺が見てたの。ほんとだ、マイリスがやたらここだけ多い。アリーナ7200番。楽しみだぜ。嘘みてえな、ほんとの話があんだ。ほら、11分も止まってたんだよ。最初目指して。あ、分かってくれた。コメビが入りないとちょっと無理だよ。アリーナ、あ、全員アリーナ入ってるらしい。おしくらまんじゅうで。おい、おしくらまんじゅうで俺の夢が叶ったじゃん。ほんとだよ。詰め込んでっから。ほら、アリーナ9000。一回じゃついに俺の、俺よ、望んでいたダムの結果が起きたよ。こんなくだらない座席数なんか取っ払っちまえと思って。ほんとだよ。ようやくニコニコの上も分かってきてた、ダムを。もう今年も絶対ぶっ壊してやる、マジで。もう予告するわ。もう今年もぶっ壊すから。アリーナ1万円に入れるから、アリーナだけに。いや、今チラチラやっぱコメント見ると、9000番ぐらいまでは、俺今年も断言するわ。アリーナに1万人ぶっ込む。分かってくれた？俺が叩き続けた、6年間叩き続けたわけで、ニコ生の、ダムが決壊して、横一列になったんだけど。で、アリーナしかねえもんだって。ついに来たな俺のあれが。アリーナ7200万の。おいおいアリーナ7000人入ってっから今楽しそう、俺めっちゃ。まあ、そりゃ楽しいよな。メンテやって強化されてね関係ねえよ。もう断言するって言ってんだろ、今年アリーナに1万人ぶっ込むから。もう絶対予告する。今年はもうぶち込む、マジで。